どうもです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はね、休みの日の昼に、外でご飯食べようかなと思ってこうやって庭で準備してみました。まあ作るっていうか、ちょっと前にね、これ、沖縄の友達からねお土産もらったんですよ。沖ハムセット、おなり餃子もろたんですけれども、まずねコーンビーフハッシュと中身汁でジューシーの素とタコライスで、この中からね今日は、アジューシーちゃんが、中身汁とタコライス、これで昼ご飯作ろうと思います。はい、それではいつも通りメスティンでご飯を炊いていきます。時間かかるからさっさっといてよかったのかな。じゃあね、一旦これはこっち避けておきます。これがね、お湯で温めたらできるって書いてるから、あ、そのままでいいか、鍋に移して。じゃあこれでしばらく置いておきます。こんな感じで、ごぼくも美味しそう、もっちゃいね。休日のお昼に沖縄のお土産を食べてみたという回でした。普段はねちゃんと料理作ってるんで、まだよろしかったら見てください。この動画面白かったら高評価、またチャンネル登録、まだの人は
下のボタン、赤いボタン押してください。よろしくお願いいたします。それではまた次の料理家 Vlog キャンプ動画でお会いいたしましょう。ゴーさん、ゴーミビー、ゴーでした。ああ。